こんばんは。夜の速稼塾ライブニュースでございます。最近ですね、 SNS を通じて、小学生とかね、まあ、中学生みたいな女の子が30代とか40代とか50代ぐらいのね、まあ、ちょっとねいかがわしい男性と密かに会ってしまうってことが騒がれてますよね。でこれは結構昔からあるんですけども、すぐにこういう事件があるとスマホが悪いとかね、ネットが悪いとかで、あの男が悪いとかってことになりますけども、やっぱりね、自分の選択で自分のこう指でね、スマホで選択して、そのいかがわしいとされている男性に会いに行くのは女の子がやってることなんですよ。で男性の方がいくらね、呼びかけても賢い女の子ばっかりだったら誰も引っかからないわけなんですよね。で私が何を思うかっていうと、あのスマホの使い方ぐらい親がしつけられないのかなと思うんですよ。でそれができてないんだったらスマホを与えるべきではないんですけども、事件が起きたらスマホのせいとかね、事件が起きたら時代のせいとか、事件が起きたらネットのせいとかって言って、そこにはね反省する人が誰も出てこないんですよね。で結局コメンテーターの方とかは、社会が何とかしないといけないですねとか言うけど、こんな曖昧なことはないんですよ。社会が何とかしないといけない、そうではないと、その子供を一番愛している人が何とかするべきだと思うんですよね。だから親がコミュニケーションを教えていく。世の中には詐欺が当然のようにあると、罠が当然のようにあるってことをやっぱ教えていかないといけないのかなと思うんですよ。ただね、やっぱり親がね、詐欺に繰り返し会いすぎなんですよね、きっとね。暗号通貨や ICO でやられたりとかね、なんとかウォレットにやられたりとか、繰り返し繰り返し繰り返して懲りないんで、結局子供にも騙され続けるような教育しかできないのかなと私は思ってしまうんですよ。だからこれはね、私も子を持つ親として47歳にしてなりましたんで、相当賢い頭脳に自分がなっていないと、相当賢い教育は子供に対してできないし、結果子供が賢くなることはないと思うんですよね。子供っていうのはほっとけば幼稚園や保育所とか小学校や中学校に行きます。そこに賢い人だらけだったりですよ、賢い人だらけだったら。でも賢い人だらけってことを私たちは期待できるでしょうか。そうなんですよね、賢い人だらけばかりか、社会には人を騙したり、人を蹴落としたり、人をね出し抜いたりする人が山ほどいるっていうのは私たち親世代は痛感してるんですよね。だったらそういう社会に送り出していくときに、どんな準備をねさせておくべきか、どんな教育を完了させておくべきかってことは自然と見えてくると思うんですよ。でその上でもううちは大丈夫だなと思った時に、自己責任だよと言ってこのねスマホを与えていくと、教育の一環でもあり、そしてどんな人を選んでいくのか、どんな情報を選ぶのかっていう風な頭脳を子供にさえ植え付けていれば、スマホだろうがインターネットだろうが何をしようが愚かな被害に遭うことはないかなと思います。まああんまりねこれ言い過ぎると、今被害に遭った女の子とかね、家族の方とかに、まあ、非常に、ね、不快を思わせちゃうんですけども、私は個人で自分の教育に対してはそういうふうに思っているってことです。だから誰が悪い何が悪いじゃなくて、どうすればいいのかっていうのは結構足元にあるんではないかなと思うんですよ。だから総じて言うとですね、自分がどの情報を選択しているのか、自分が誰と一緒にいることを選択しているのか、全て自分から始まっているってことを子供に教えていくってことですよね。罠にかかるのはその罠に自分が入っていったってことでもありますし、騙されてしまうってことは騙すような人と一緒にいるってことですね。世の中には罠が山ほどあって、真実の方が少ない、でもその真実、少ない真実っていうのはとても清らかであるっていうね、希望の光であるってことをやっぱ伝えていかないといけないのかなと思います。今回ですね、 Facebook で、記事をシェアしていただいた田村さん、本当ありがとうございます。田村さんが、ね、上げてくださる記事ってのはいつもね私の目につくんですよね。で目につけばこうやって動画も発信できるということで非常に助かっております。ありがとうございます。ちょっとね言い過ぎた点もありますけども、言い過ぎるぐらいじゃないと多分ね人は気づいてもらえないんで、これからもちょっとね掘り込んだ発信を続けていこうかと思います。それでは行ってらっしゃい。